はい、お便りこと陽介管理でございます。はい、今日はですね、超スーパーゲストをお迎えしているということなんですが、まず、お便りレコードの塚原です。はい。ということで、お便りレコードプレゼンツアンというですね、イベントを行います。2021年11月22から27、坂江スパジオリタでやります。はい、暗闇で一人で音楽の機材をいじる、そしていいスピーカーを聴くみたいなイベントで、はい、暗闇といえばろうそくだろうと。そうですね。間違いないです。いうことで、で、ろうそくのメーカーさんで、ちょっといい感じのとこないかな、みたいな風で、で、いろいろホームページを探してですね、ここはもう、塚原くんかな、成瀬くんかな、わかんないけど、社長ここいいんじゃないですか、みたいな、陽介さんここいいんじゃないですか、って言って、あ、ほんとめっちゃ良さそうじゃん、って言って、はい、何も考えずにいきなり電話した。で、なんと、ご協力いただけることになりまして、なんとなんと、そこの会社さんがですね、本社が岡山なんですけど、今日、わざわざ名古屋までお越しいただきました。ということで、ゲストをお迎えしております、ペガサスキャンドルさんの社長様でいらっしゃいますね。どうも。井上勲社長様ですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあもう、本当にありがとうございます。だって俺一回広島から車で帰ったことがあって、で、まあ広島から岡山はだいぶあるとは思うんですけど、まああの遠さは僕知ってるんでめっちゃ申し訳ないなって思っていやいやいや、とんでもないです。はい、ということで井上さん、まずですね、はい、ちょっとイベントのことなんですけど、はい、今日ねリハーサルをやって、そうですね、うん、まあどういうろうそく光り方をするのかとかを、はい、試してきたっていう感じなんですけど、やっぱりそのろうそくいろんな種類があるっていうのもまずびっくりしたし、はい、結構こう光り方というんですかね、うん、結構違ってくもんなんですかね。そうですね、うん、まあ、キャンドルって一言で言いましても、うん、たくさんありまして、今おっしゃった社長おっしゃったように、はい、まあ、ここに今ここにちょっと映ってますけど、こうグラスに入ったようなキャンドルもあれば、ほう、そのまま、キャンドルがそのままこう棒みたいなやつ、棒みたいなやつもあれば、はいはい、細長いやつもあるっていうような形 で、その使うキャンドルによってまた炎の高さも変わってきますから、はい、そうするとこう、目に映るその高さが違うことによってこうまた感じる、うんうん、感じ方も変わってきますので。確かに。で、なんか僕本当に感動したんですけど今日ね、はい、ろうそく、皆さんね、ろうそくってさ買うときどうしますか。なんか僕はホームセンターとか行って何も考えずにちょ、ごめんなさい、本当すいません、いやいや、もう、はい、そうなんですよ。ホームセンターとか何も考えずに行って、なんか10本でいくらとかで、はい、みたいな感じで買っちゃうか、はい、ちょっとなんか家具屋さんかなんかわかんないけどさ、ホームスタイルショップみたいなさ、はいはい、あるじゃん。ああいうところで適当に多分売ってんだろうなと思いながら買うとかっていう風だったんだけど、もう今日のね、驚異的なパフォーマンス見て、で、しかも社長がこうやって来ていただいて、もう俺絶対ペガサスキャンドルしか買わないですよ。ありがとうございます。死ぬまで。で、ファンになるぐらいですね、全然違いましたよね。本当にびっくりしましたね。スカールもどう思った？いや、僕もなんか大体こういうイメージなんかなっては、うん、頭では想像してたんですけど、うん、もうそれの遥か上を行くパフォーマンスで、うん、もうこれはもう絶対もうペガサスキャンドルすごいなみたいな感じで結構びっくりしちゃいましたね。僕もちょっとびっくりしたよね、本当。だからいや、はい、僕らの中では、はい、まあ高校、まあ、野球に例えたら高校野球のちょっとなんかすごい、別にあれですよ、舐めてたわけじゃない高校野球のなんかめちゃくちゃさ打つ人とか、めちゃくちゃ、球が速い人とか、それぐらいな感じかなと思って、おー、やっぱすごいなって感じかなと思ったら、来たら大谷翔平が来た。いや、まあ、これちょっと、みたいな感じで、ちょっともう絶対に滑れないなっていう感じだよね。ここまでやっていただいたら。はい、いう感じで、装飾プロデュースもですね、まあ、社長以下ですね、皆さん3名でお越しいただいてやっていただきました。で、ここまでですね、ろうそくキャンドル
のパワーがあるなんて、ちょっと想像をはるかに超えてましたね。本当そうですね。はい、いうことで、いろいろその後ですね、井上社長、まあ一緒の名字なんですけど、井上社長に話を伺って、ああ、なるほどな、というふうに思って、はっきり言って、その、ろうそくだったら何でもいいみたいなさ、はい、素人考えが、もうマジで、もう100、200% 改めたいでね、はい、な、ということでございます。はい。で、まぁ、ちょっとですね、今回の案は、ペガサスキャンドル、100% ペガサスキャンドルの、で、行くと。はい。いうことで、はい、もう、てかもう、むしろろうそくがメインのイベントみたいな感じなりそうな、本末転倒っていうか、もう、本質をもうちょっと、いうぐらい、本当に素晴らしいので、もう、皆さんぜひろうそくを見に来ていただきたいと。そうですね。はい。いうことなんですが、まあ、せっかくお越しいただきましたので、ちょっとペガサスキャンドルさんの話をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。はい。もう、僕、本当にびっくりしたんですけど、ろうそくで、なんか、何十億というか、そんなに売れるもんなんだって、僕、びっくりしちゃって。いう感じで。で、それでお話を伺ったら、もうブライダルではもう超有名な会社という感じなんですけど、創業って大体どれぐらい？創業がですね、34年昭和9年。昭和9年になりますから。昭和9年ですか？はい。もう1934年だから。90年までまだ行ってないかな、うん、ぐらいですね。いや、さんも恐れ入りました。いや、そうでもないです。はい、いう感じで。まあ、もともとどうなんでしょうか？どういう感じ？あ、神仏用？そうです。もともとはですね、はい、まあ、私の祖父が、うん、まあ、起業というか、しまして、まあ、昔は、金物問屋って言いまして、まあ、いろんな生活用品をこう扱ってて、今でホームセンターみたいなちっちゃい商店みたいな。ああ、まあ、ありますよね。金物屋さん。はい。はい、そういうのやってたんですけど、まあ、その中から、まあ、もう、いろんなものを扱うんではなくて、うん、まあ、ろうそく1本に行こうという決意をしたみたいでですね。なるほど、なるほど。そこから、まあ、ろうそくに特化した、ということで。なるほど。はい。で、なんかその、まあ、ろうそくっていうと、まあ、これは私の想像なんですけど、まあ、用途として行くと、まず僕、パッと最初に思い浮かぶのは神仏。うん、そうですね。うん。とか、で、あとはやっぱりその、昭和9年ともなるとですね、その電気が普及してないパターンとかもあるとは思うので、うん、それで実際生活してたというパターンと。いう感じで、あとはなんかこうね、ちょっとレストランとかに置いてあるとか、はい、うん、もありますけど、ペガサスキャンドルさんだと、どこら辺のジャンルが強いとかってあるんですか？まあやっぱり先ほどもちょっとおっしゃっていただきましたけど、やっぱうちはもうブライダルですね。ブライダルだ。結婚式ですね。なるほど、使いますもんね。使いまくりますよね。使いまくるんですよ。はいはいはい。まあ昔はですね、日本も結婚式といえば、要は、仏式でしたから、うん、あ、仏式ね。うん、キリスト教というか、教会でするような結婚式でもなかったらしい、披露宴っていうのも、和室でですね、和装でやってましたけれども、ね、まあ、どん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 こう、時代がこう移るにつれて、こう海外の、やっぱり方式をこう取り入れたいっていうような中から、まあ一部、ね、うん、東京の方の、ホテルであるとか、うん、まあ、芸能人、とかが、まあ、ちょっとそういった、洋風な、うん、ウェディングをやっていて、その中で、まあ、キャンドルを使われるっていう演出があったんですけど、うん、なるほど。まあ、それをですね、全国的に一般の人でもできるようにしようということで、はい、まあ、うちの会社の方でいろんなものを作ってですね、全国的にこう、やっていたと。なるほど。はい、まあ、ブライダルのシェアが非常に高いというふうにお伺いしてるんですけど、はい、結婚式、式場というかな、もしくはその結婚式の、器具とか販売してる卸さんとか、はい、そういうところに結構販売とかをされてるっていう。そう、いや、ですね、うん、まあ、まちまちというか、うん、もちろん結婚式場さんと直接っていう場合もありますし、はい、まあ、ホテルとかですね、うん、っていうのがありますし、まあ、大体キャンドルの場合は装飾が絡んでくるので、はい、まあ、お花屋さんが大体、
あの、一緒に装飾してもらうので。なるほど。お花屋さんっていうのが、まあ、多いですね。なるほど。うん、あ、そういうことなんですね、うん。全然なんかこう、日々生きていく中で、ろうそくのことをあんま考える機会がなかったから、めちゃくちゃ面白いんですけど。あ、はい、そういうことなんですね。そうなんですよ。で、まあ、御社は本当にもう、ブライダル界でもですね、まあ、非常に比率が高くてですね、まあ、本当にもう日本のろうそく界には欠かせない会社さんだというふうに聞いておりますが、はい、なぜペガサスキャンドルがここまで有名になったんですか？何かあったんですか？何かのやり方をこう開発したとか、まあ、そうですね。まあ、たくさんブライダルで、使っていただく、演出で使うキャンドルっていうので特許を取ったりとか。はい、あ、特許とかあるんですか？キャンドルで。はい、あるんですどういうこと？ですね。はい、すごい。いろいろあるんですけど、まあ、メロディーキャンドルって言いまして、うん、ドミノみたいなイメージですね。一、うんうん、箇所に火をつけると、うん、ブワーっとこう火がついていって、消えると、うん、例えば、コトブキとかですね。岩井みたいなですね。へぇー、はい。そんな形に、はい。はい、うん、なるやつであったりですとか、はい、まあ、ブライダルとはちょっと違いますけど、マジックキャンドルって言いまして。マジックキャンドル、はい、要は、お誕生日に刺すケーキですね。ありますね。お誕生日に刺す、はい。あれを、ふっと消すとですね、うん、じり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 ってまた、ぼっとつくんですよ。消えないんですか？消えないんですよ。それ困りませんか？もう水につけていただくしかありません。あ、だから消えないのがメリットなんだ。そうです。逆に。だから、ふって消しても、だからマジックなんですよ。マジックキャンドル。魔法のキャンドルですね。なるほど、なるほど。まあ、そういう感じで、まあ、いろんな特許というかな。そういうのも、まあ、奥深いなね、ろうそくってね。ほんと深いですね。はい。マジ面白いって思います。ね。はい。で、まあ、当然ながらですね、品質管理の工場は倉敷？もう倉敷です。100% ですね。ほぼ 100% ですね。ほぼ 100% 倉敷ですか。うん、あ、国内なんですね。国内なんですよ。あ、そうなんだ。はい、なんか、ろうそくって僕、海外で作ってるっていうイメージも結構あって。うん、そうですね、うん。あ、そうなんだ。ということで、厳しい品質管理で安心安全ということで、国内生産でやってらっしゃるということですね。うん、で、あとは、まあ、先ほども、井上社長がおっしゃられたように、自社製品にこだわりを持って開発し、ということで、いろんな特許を取られたりだとか、高い技術力がありますと。で、あとはまあね、国内でやってるので、まあ、小ロット、単納機でもできると。まあ、みたいな感じで、あ、マジックキャンドルあったぞ。はい。うん。マジックキャンドル、うん。あ、メロディーが、あ、これだ。うん。まあ、みたいなのがあったりだとかですね。で、僕がこれもいいなって思ったんですけど、これです、皆さん、これ。はい。これ名前がいいですよ。ぷかぷかバスキャンドル。さて、ね、何に使うんでしょうか。もう、名前でもバレ、名前バレしてるっていうね。はい。これは、あれですか？その、風呂。これは、はい、お風呂の湯船に浮かべてもですね、うん、大丈夫なように、設計というか作りまして、はい、これ外側もローですし、はい、中もローっていうですね、はい、全てローでできているキャンドルになってます。これは、もうこれ、こんなん使ったもん。あれだよ。もう、どの女の子でも落とせる。いや、もう、社長おっしゃる通りです。はい。これ、完全キラーアイテムじゃないですか。どうですか、これ。はい、欲しいですね。うん、いうことで、お風呂タイムもですね、これで、まあ、いいんじゃないかな、というふうに思います。で、これ周りも、ローでできてるってことなんですけど、はい、これ溶けないんでしょうか？これ、ですね、中のローと外のローの融点が違うので。うん、すごい。そういうことか。あ、じゃあ、最初に外側作って、中。そうなんですよ。へぇ、すごい。そういうことなんですよ。なので、外側はハードワックスって言って、融点が高くて、中が低いので、うん、まあ中は、だからだけ溶けていくと。なるほど。いうような形になってます。はい。ということでですね、まあこういった面白い、キャンドルも、あるということですね。なんで、まあ、結構、まあ、いわゆる、こういう製品とかって、我々の楽器とかでも意外とあったりするんですけど、ニーズ製品とウォンツ製品っていうのがあるわけ。で、ニーズ製品っていうのはもう、
これがないとダメだよという製品で、はい、ウォンツ製品っていうのはこういうのがあったらいいなみたいなところなんですよね。だからそのもう絶対に必要なところプラスアルファあのこういうのがあったら面白いんじゃないか、まあ、みたいな製品がたくさん、はい、ペガサスキャンドルではあるというところなんだけど、僕が今日リハーサルねまだやったばっかりなんだけど、はい、思ったのはもっと音楽ファンにキャンドル使ってほしいなって思いました。うん、なんかこの火の明かりを見ながらさ音楽聴いたり楽器演奏したりすげえ気持ちよくなかった。そうですね、音楽いい音聴いてでこの火の揺らぎをずっと見てるのが、うん、すごいリラックスできるっていうか、うん、それずっと見ながら音楽聴いてたら最高だろうなって僕もずっと思ってて、うん、もう家でも使いたいなって思いましたね。うん、社長なんかこの前もピアニストの方がピアノ弾いて、はい、これが周りに置かれてみたいなことがあったりだとか、はい、やっぱり音楽とろうそくというか炎ってなんかちょっとなんか近しいものがあるというかな、うん、そうですね、あのね、なんかその音楽も F 分の1揺らぎってあると思うんですけど、あります、キャンドルも F 分の1揺らぎなので、そういった意味では非常にこう相性も、黄金比ですか、はい、はい、うん、いいかもしれませんし、なるほど、もうあのいろんなジャンルの音楽にも合うんじゃないかなっていうふうに今思いますし、うん、あの今年の1月だったかな、初めはあの和太鼓のコンサートでちょっと使っていただいたりとかですね。あ、そうですか、はい、そうですか、はあ、なるほど、あ、そういう活動も結構力入れてらっしゃる、なんとですね、レストランも経営されてて、はい、はい、ろうそくの明かりでご飯食べるって、うん、でもろうそくのためにレストラン作りました、ね、それやばくない？はい、いうことで、キャンドル宅渡辺亭という、はい、これは倉敷にあるレストランなんで、はい、皆さんぜひ、行ってみてはいかがでしょうかというところなんですが、あとですね、別ブランドということで、倉敷セイローという、これ高級そうですね。ブランドということになりますね。うん、まあ、初めてと言ってもいいぐらい、外部のデザイナーさんとちょっと、まあ、協力、タッグを組みまして、はい、作ったキャンドルになりまして、うん、すごい。今までないような形というかですね、はい、見たことないような薄いキャンドル。あ、薄いんだ。薄いんですよ。チューインガムぐらいのね、はい、このキャンドルになってまして。平べったいってことですか？平べったいって感じですね。あ、本当だ。皆さんわかるかな、これ。うん、写真がひたすらかっこいいですね、これ。ありがとうございます。ね。はい。ということで、質も、匂いとかもいいんですか？そうです。もうこれはもう完全に、これのためだけに作った匂いなので。はい、まあ、こんなもんがあったりだとかですね。これなんか音楽聴くときにさ、ね、こういうの買ってさ、聴いたら絶対いいよね。絶対気持ちいいですね。はい。いう感じでございます。なんで、まあ、本当に、今日はですね、まあ、リハーサルとはいえ、まあ、今回の案を通じて、こんなにろうそくで衝撃を受けると思わなかったよね。びっくりしましたね。はい。いうことで、もう本当ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。はい。はい、ということで、おたえレコード、案ですけど、11月22から27、名古屋栄スパジオリタで開催されますので、ただいま、まだ残席もありますので、予約いただければなというふうに思っております。はい、はい、ということで、ちょっと今後もですね、ペガサスキャンドルさんのキャンドル使ってですね、まあ、例えばこういうオーディオ聞いてみ、ようというイベントができたりだとか、なんか音楽とろうそくっていうのをね、なんかちょっと追求できると面白いかなと思いました。はい、はい、いうことで、はい、今日もわざわざ岡山からお越しいただいたんで、ちょっと名古屋飯でもこの後食べに行こうかなと思います。はい。ということで、急遽の出演でしたけど。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございました。じゃあ、イベントよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。